どうもニールです。今回は最近ねワイバーンの卵の検証動画を結構撮ってたんですけど、今回検証する卵はこちらの卵です。今回はねこちらのマグマサウルスの卵について検証していきたいなと思います。マグマサウルスもねワイバーンと同じでかなり人気の生物となってて、高レベルの卵をね欲しいって人もいっぱいいると思うんですけど、果たしてねどのくらいで湧くのか、卵をねその辺に捨てても殲滅しなくても果たして湧くのか、では早速ね1個目の検証をやっていきたいなと思います。はい、これでねマグマサウルスを全部倒したと思うんで、卵をね取っていきたいなと思います。ここね卵が今2つ湧いてますね。50個と150の卵ですね。で、ここに卵がある。これで3つ目ですね。あとは、こんくらいかな？ああ、まだもう1個あるね。4つありましたね。卵が4つ、145ですね。これで一旦戻っていきたいなと思います。はい、ではね、だいぶ夜になっちゃったんですけど、今回はこんな感じです。マグマサウルスの卵が4つ、55レベ、150レベ、もう一個55レベと145レベと。で、日付はね、11日目の、まあ、もう12日になるところですね。から、放置していきたいなと思います。では、早速、放置していきましょう。では、10分経ったので、巣の様子をね、見ていきたいなと思います。巣の中の感じですね。どうなっているでしょうか。はい。中は、こんな感じですね。でも何匹かもう湧いてますね。早いな、湧くのが。ただこの辺の巣はなさそう。あ、だけど、なんとね、殲滅したので、ここにもう2つ湧いてますね。55レベ、20レベと。こっちは？こっちは湧いてなさそうですね。はい。最初ね、ゲットできたのが4つだったんで、まあ、もうちょっと放置してもいいかなと思うんで、放置していきましょう。さあ、巣の中を見ていきたいなと思います。ここのところら辺はまあ相変わらずなさそうですね。で、ここは2つと。こっちは、卵はなさそうかな。なさそうですね。まあ、こっち側にね、まあ、2つあるんですけど、最初ね、回収した時、こっち卵湧いてなかったんで、まあ、このね、取った方の、今巣ないんですけど、この辺で卵がね、湧いてくれるのを、ちょっと待ちたいですよね。はい。というわけで30分が経過したんで、1時間半ですね。もう一度巣の中を見ていきたいなと思います。はい。巣の中にやってきました。相変わらず手前の方は湧いてないですね。こちらも、まあ、いつも通りで。奥は、おっと、奥に2つ湧いてましたね。はい。というわけでね、まあ最初4つ取ったんですけど、新しくね4つ湧くまでに、だいたい1時間半くらいですね、かかりました。ではね、2つ目の検証の方、やっていきたいなと思います。ではさっきみたいにね、卵取っていきたいなと思います。卵ね、さっきみたいに4つ回収したんで、またね、10分間待っていきたいなと思います。30分が経過して1時間が経ちました。果たして巣の中の卵はどうなっているのでしょうか。見ていきたいなと思います。さあ、卵はあるでしょうか。手前側の巣はなさそうですね。奥の方も、卵はなさそうです。はい。さあ、果たして
卵はあるのでしょうか。すぐに到着しました。おっと、卵ありますね。1個手前に150の卵ですね。最初取ったのと同じかな。回収しておきます。ただこちらはない。こっちは、こっちもありますね。55と、こっちは145か50ですね。50の卵、1時間半でね、約3つ生まれてましたね。他取り漏らしてないですよね。はい、ということでね、3つ生まれてましたね。ではね、さっきと同じでここに卵があるんで、どんどんね取ってから捨ててきます。同じ場所に捨ててきます。これだけやったらね、相当開けにくいと思うんで。で、ここはなくて、で、ここにも1個ありますね。ここに捨てていくと。これね、さっき捨てないパターンでやった時、1時間半くらいかかったんですよ。なんで今回はね、初っ端から1時間放置していきたいなと思います。ではね、1時間後に会いましょう。さあ、巣の方に到着しましたが、卵はどうなっているのかというと、巣がなくなってこんな感じで空中に浮いてますね。卵はなさそうだが、どうだ、こっちも、こっちもこんな感じでね、空中に卵が浮いてますね。ただまだね、新しい卵は出てきてなさそうですね。まあ、前回のね、卵を取ったやつも1時間半で湧いてたんでね、今回も湧いてるんじゃないでしょうか。見ていきましょう。この取った卵の横に55レベと55レベ、新しくね2つ卵が出てます。こっちはないんですが、こっちもね、おそらくはここに浮いてあるのと、このね倒れてるやつですね、ここの卵とこっちに50レベとで、あと145レベの卵ですね。というわけで今回はマグマサウルスの卵について3つね、検証してきました。検証結果としては、だいたいね、卵が完璧に巻き直すまでには1時間半かかって、マグマサウルスを倒してなくても、マグマサウルスの巣の近くに卵を捨てても、卵は湧くようです。というわけでね、今回はこの辺で終わりたいなと思います。ではまた次回の動画で、バイバーイ。